JFL 第23節 FC 大阪対ホンダロック SC。 台風19号の影響で中止になっていた試合が今日行われるということになります。第23節です。この JFL は試合前にスターティングメンバーが交換される際にフォーメーションまで記載された紙が出されます。クロスが入っていきます。ヘディングシュート、おっとキーパー正面、これが横野です。のキスイのドリブルだ、ボールを奪った、横野、ね、チャンスだ、スノーター、わーディフェンスに当たった、うタチノにボールが入ってゴール前、横野がいる、横野シュート、た惜しいシーンです。もう楽しいゲーム見られますよ、新しい組み合わせではありますが非常に楽しみなボランチ2人です。さあ18番の横野、その横野の向こうがヘリングシュート決まった、先制点は FC 大阪。前半の23分です。コーナーキックからのセットプレー、斉藤隆成頭で合わせた。斉藤ですか、やっぱり斉藤の高さ出ましたね。エゴした斉藤、ボランチの2人、決まりました。 FC 大阪先制点。ヘディングこぼれたところ、胸で落としてちょっと味方同士の交錯になったが、遠目からエゴ下のシュート、決まった。エゴ下翔初ゴールを決めました。前半の28分、ミドルシュートを決めました。ルーキーのエゴ下、素晴らしかったです。いや左足振り抜きました。 JFL 初ゴール、いやここですよ、ワントラップ、あドリブルからのシュートですね、逆サイドですからね、よく踏ん張りましたね、うん、でタチの左足もありますが、左足ファールでしょう今のは。いや大丈夫かな、いやこのタチの左足が非常に正確でその武器ですが、いや足を押さえています。苦しい、でもね蹴ると思いますよ、エゴシタか、エゴシタか、タチの、おその左足で出てきました。ベンチで見てたら気持ち入りますよね。そうですよね安藤だ、クロスが入った、ヘディングシュート決まった、1点返されました。 FC 大阪背番号8番の大山、これで2対1、ホンダロック SC がここで1点を取りました。安藤から前節もゴールを挙げている8番の大山のヘディングシュート、山田さんこのシーンですね、うん、ここねやっぱり相手早かったですね、で中のマークもちょっと外れてましたね、いいね、こういう失点につながりますし、あとで前半もありましたこの残り10分の戦い方ですね、ここですね、はい、クロスが入った、チャンスだ、シュートが入った、斉藤のゴールで3対1、本当ですか、また82分、今日斉藤は2ゴール、2対1、1点差に詰められた直後にいいゴールでしたね、前田から斉藤、いや山田さん良かったですねこれね。 FC 大阪対ホンダロック SC 3対1、 FC 大阪が勝利を収め勝ち点3を手にした一戦です。